この地のすべての産物は神様から来たものであること神様が善なるお方であることへの感謝の表現としてイスラエル人たちは最初に熟したものの一部を捧げ物として神様に持ってきました。 新名二26章1から4節あなたの神、主が相続子としてあなたに与えようとしておられる地に入っていき、それを占領し、そこに住むようになった時は、あなたの神、主が与えようとしておられる地から収穫する、その地をすべての産物の初物をいくらか取って、過去に入れ、あなたの神、主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ行かなければならない。その時、任務についている祭司のもとに行って、私は主が私たちに与えると、先祖たちに誓われた地に入りました。今日あなたの神、主に報告いたしますと言いなさい。 祭司はあなたの手からその籠を受け取り、あなたの神、主の祭壇の前に備えなさい。祭司は主に初物の捧げ物をするとき、神様がこの民を慈悲深く扱われ、エジプトでの抑圧から解放して、彼らをご自分の約束された美しい地に連れて来られたことを振り返らなければなりませんでした。命明紀26章5節。あなたはあなたの神、主の前で次のように唱えなさい。私の父はサ,サスライのアラム人でしたが、 わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに帰流しました。しかしそこで大きくて強い人数の多い国民になりました。注目していただきたいことがここに書かれています。彼は最初に告白を持って神様のもとに行きました。イスラエル人は告白しました。私の父はサスライのアラム人でした。死んでしまうところだったシリア人が私の父でした。アブラハムはイスラエル人だったでしょうかい,いえ、実際そうではありませんでした。実はイサクもイスラエル人ではありました。 ありませんでした専門的にはヤコブはイスラエル人ではありませんでしたエジプトに下っていった群衆はシリア人でしたアブラハムはイスラエル人でもイスマエル人でもありませんでしたどちらの民族も彼から出たのですからアブラハムは国籍から言うとシリア人だったのです新明紀26章6節エジプト人は私たちを虐待し苦しめ私たちに過酷な労働を課しました私たちが私たちの父親の神 主に叫びますと、主は私たちの声を聞き、私たちの窮状と、ロークと圧迫をご覧になりました。そこで主は力強い見てと、述べられた腕と、恐ろしい力と、印と、不思議と思って私たちをエジプトから連れ出し、このところに導き入れ、父と水の流れる地、この地を私たちに下さいました。今、ここに私は主、あなたが私に与えられた地の産物の初物を持って参りました。あなたはあなたの神、主の前にそれを備え、あなたの神、主の前に礼拝しなければならない。 イスラエル人にとってこの時は本当の感謝の時となるべきでした。私たちにとっての感謝祭は私たちが賛美の生贄と感謝と神様に持っていく時です。それは良いことです。私もそのカテゴリーに入りますが、私たちのうちのほとんどは七面鳥のすごいごちそうを食べます。でも私たちのうちのどれだけの人数が感謝祭の日に神様に本当に捧げ物をしているのでしょうか イスラエル人はそうしました。それが感謝祭の始まりでした。もし私たちが歴史を遡って、ピルグリムや聖教徒たちを調べてみれば、彼らがわずかな資源の中から、その日に神様に捧げ物をしたことがわかります。私たちの唇で感謝と賛美とを捧げるのは素晴らしいことですが、私たちはそれをお財布を持って支持するべきです。神様の御言葉の中では、財布とお財布は一緒のところにあります。この章の第二の部分は、イスラエル人の神様への従順の宣言を扱っています。 新明紀26章12から13節。第3年目の10分の1を収めるときに、あなたの収穫の10分の1を全部収め終わり、これをレビビト、在留、異国人、みなしご、やもめに与えて、彼らがあなたの町囲みのうちで食べて満ちたれたとき、あなたはあなたの神、死の前で言わなければならない。私は聖なるすすげもを家から取り出し、あなたが私に下された命令の通り、それをレビビト、在留、異国人、みなしご、やもめに与えました。私はあなたの命令に背かず、また忘れもしませんでした。 もしイスラエルが神様の命令を守るなら、神様は彼らをご自分の特別な民とし、彼らをこの地球のすべての国々の上に置くと約束しておられます。さて、新明期の中で最も活気のある部分の一つにやってきました。これは今、モーセの第三の演説です。この演説はこの地の将来についてを考慮したこの書物の次の主要な部分に属しています。これは新明期の第三の主要部分で27から30章に広がっています。 この中に神様がイスラエルの国と結ばれた、いわゆるパレスチナ契約が書かれています。私は神明期28から30章を彼らが尊地に入る前に、前もって書かれた尊地におけるイスラエルの歴史と呼んできました。神明期29章から30章、10節はパレスチナ契約です。この部分を始めるにあたって、契約について何か言わなければならないと思います。契約という言葉はもうすでに何回か出てきました。契約には色々な種類があります。個人が個人、 と、お互いに契約をすることがあります。そのような契約、種類の契約が聖書の中に書かれています。そして国同士で交わす契約があり、それも聖書の中にいくつか書かれています。それから旧約聖書の中で神様がご自分の民と、また全人類と結ばれる契約があります。私たちはすでにアダム契約、ノア契約、アブラハム契約、そしてモーセ契約を学びました。今私たちはパレスチナ契約に到達しました。神様が結ばれる契約は二つの違う分類に分けられます。条件付きと無条件です。 永遠の契約と一時的な契約と呼ぶこともできるでしょう。永遠の契約は永続する契約で無条件です。一時的な契約は条件付きの契約です。この二つを区別することが大切です。神様がアブラハムと結ばれた契約は無条件の契約でした。神様がモーセと結ばれた契約である十回は条件付きの契約でした。出、エジプト記19章5節。今、もしあなた方が私と私にまこ まことに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方は全ての国国の民の中にあって私の宝となる全世界は私のものであるからこれから学ぼうとしている数章にわたるパレスチナ契約は無条件の契約ですこの契約はイスラエルの将来に関するものですこの人々は今ヨルダン川の東岸に立っています彼らはこの地に入る準備をしていますこれは新しい世代です古い世代はアラノで死にましたモーセ自身もこの地には入りません新命記はモーセのためのレクイエム 新婚家で終わることを後で見ます。彼は死にますが、人々は新しいリーダーのもと、この地に入ります。さて、この特別な部分は予言的で、今まさに彼らが入っていこうとしているこの地での、彼らの将来に関係があります。ここには神様の御言葉全体の中で、最も顕著な予言のいくつかが書かれています。新明紀27章1から3節。ついで、モーセとイスラエルの長老たちとは、民に命じて行った。 私が今日、あなた方に命じるすべての命令を守りなさい。あなた方が、あなたの神、主が与えようとしておられる地に向かってヨルダンを渡る日には大きな石を立て、それらに石灰を塗りなさい。あなたが渡ってから、それらの上にこの見をし絵のすべての言葉を書き記しなさい。それはあなたの不祖の神、主が約束された通り、あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地、父と蜜の流れる地にあなたが入るためである。 彼らが渡って行ってその地に入るとき、十階を石に書き記して掲げるように命令されました。土地の保有権、彼らがそこに住むことは、神様への彼らの従順によって決められるのです。これは条件付きの取り決めでした。でもその地はどんな条件もなしに彼らに与えられました。神様はその地をイスラエルに与えられました。それは無条件の契約です。神様はイスラエルをその地に連れ戻されます。何なら、その地は彼らのものだからです。現在私たちがそのことを真に理解することはとても大切なことです。 4から8節。あなた方がヨルダンを渡ったなら、私が今日あなた方に命じるこれらの石をエバル山に建て、それに石灰を塗らなければならない。そこにあなたの神、主のために祭壇、石の祭壇を築きなさい。それに鉄の道具を当ててはならない。自然のまのの石であなたの神、主の祭壇を築かなければならない。その上であなたの神、主に全生の生にを捧げなさい。またそこで和解の生にを捧げて、それを食べ、あなたの神、主の前で喜びなさい。それらの石の上にこの見押しめ、見押しおえの言葉すべてをはっきりと書き記しなさい。 神様の立法は目立つように掲げられなければなりませんでした。事実彼らがどこへ行っても彼らの目の前に立法が置かれるべきでした。彼らの家の門中にさえも書かれるべきだったのです。9から12節。ついでモーセとレビリトの祭司たちとは全てのイスラエル人に告げていった。静まりなさい。イスラエルを聞きなさい。今日あなたはあなたの神、主の民となった。あなたの神、主の御声に聞き従い。私が今日あなたに命じる主の命令とおきてとを行いなさい。その日、モーセは民に命じていった。 あなた方がヨルダンを渡ったとき、次の者たちは民を祝福するためにゲリジム山に立たなければならない。シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフ、ベニアミン。彼らが約束の地に入ったとき、人々の祝福はゲリジム山から宣言されなければなりません。モーセは祝福をする部族を示しています。13節、また次の者たちは呪いのためにエバル山に立たなければならない。ルベン、ガド、アシェル、ゼブルン、ダン、ナフタリ。 呪いを宣言する部族はエバル山に行かなければなりません。これらの山々はサマリアの女が井戸にいたあの地域にあります。あの井戸は今もそこにあります。祝福はゲリジム山から、そして呪いはエバル山からでした。今、呪いのリストが与えられます。彼らがその地に入ってからの彼らの土地所有権は条件付きです。神様が巡視であり、地帯は神様への従順なのです。実際国はテナント以上のものです。ならなら神様はイスラエルに永遠の所有としてその地をお与えになったからです。 ところがある世代が神様に従わないとき、その地は永遠の所有として彼らのものではあるのですが、その世代はその地から追い出されました。あの場所がこの地球の北半球で最もデリケートな地点であるのはそういう理由からです。とても多くの人たちがたった今あの地で起きていることが世界大戦の引き金になり得ると信じています。確かにそれは本当です。ここには十人の呪いが書かれていますが、それらは説明を要しないので、詳細に入っていくことはしません。15節。職人の手の技である主の意味嫌われる 貯蔵や中蔵を作り、これを密かに安置する者は呪われる。民は皆答えてアーメンと言いなさい。これは十回の最初の二つに関わります。十六節、自分の父や母を侮辱する者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。これは十回の五つ目を扱っています。二十六節、この身を締めの言葉を守ろうとせず、これを実行しない者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。 この章のすべての説を読むときにそれらはすべて10回破ることを取り扱っていることがお分かりになるでしょう。